みなさんこんにちは。ビーレジェンド管理用紙の布目です。今日もテーマに沿ったものをコンビニに買いに行きたいと思います。それでは今日のテーマお願いします。今日のテーマは200円以内で花粉症対策に有効な食べ物。花粉始まりましたね。私も昨日あたりから花粉がすごくて目が痒くて鼻水が出てきました。はい、それでは買い物行ってきたいと思います。行ってきます。それでは買ってきました。まず花粉症でアレルギー症状が起こるんですけれども、これはまあどういう仕組みかと言いますと、花粉というものに対して免疫機能が過剰に反応してしまう。それが花粉症の症状になります。ですので、その花粉症を少しでも予防する、症状を和らげるためには免疫機能が正常に働くことというのが求められます。どうしたらいいかって言いますと、腸内環境を整えることが免疫機能を正常にするということができるというふうに言われていますので、今日は腸内環境を整えるというところで買ってきました。なかなかアレルギーってこれ食べたからすぐに治るのかっていうと、そういったちょっと即効性というのはないんですけれども、長期で見て常に腸内環境を整えておくということが大切ですので、意識して取っていただきたいものをご紹介します。それでは1つ目、これは蜂蜜ドリンクです。蜂蜜が入っているドリンクになります。なぜいいかと言いますと、蜂蜜にはですね、オリゴ糖と言われる善玉菌の餌になる、そういう栄養が入っています。ですので蜂蜜を摂ると腸内環境改善に寄与するかと思います。今回はドリンクタイプのものにしたんですけれども、あの蜂蜜のねボトルで売ってたり、しますので、そういったものを買ってきてヨーグルトにかけたりとか、まあ、お砂糖代わりにねコーヒーに入れたりとか、そういうのでもいいかと思います。それでは2つ目、こちらヨーグルトになります。ヨーグルトはですね、発酵食品でもあり乳酸菌も入っておりますので、腸内でですねいい働きしてくれます。ですので2つ目はヨーグルトにしました。そして3つ目、これはおからになります。おからはですね、食物繊維が豊富に入っています。食物繊維というのはですね、便を形成してくれたりとかしますので、腸内きれいにお掃除してくれるのでおからもいいと思います。食物繊維がね豊富なものっていう風に考えていただければ、海藻サラダとかでもいいですし、キノコとかそういったものでもいいかと思います。で、今日買ってきたものもですね、どれも200円以内になります。こちらのおから1パック100円ぐらいですね。ヨーグルトも1つ130円ぐらい、そして蜂蜜飲料もですね130円ぐらいで売っておりますので、どれも200円以内にお手軽に買えるかと思います。私もですね、腸内環境にいいものをコツコツと食べて、これから予防していきたいと思います。それではですね、今日は花粉症の時に摂りたい食べ物というテーマで買い物行ってきました。皆さんの取り上げてもらいたいと思うテーマありましたら書き込んでいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。